こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回も質問がありまして、早いテンポを何回かシリーズでやってますけど、そこで結局最終的には左手のコンピングはどうやって練習すればいいんですかっていう話ですが、質問者さんも言ってましたけど、結局は最終的にはゆっくりでできるものも全部早くできた方がいいですね。だから最終的にはこんな感じで演奏ができなきゃいけないんですが、やっぱり最初に言った通り、こう大きく8小節ごとにこうコンピングをしていくので、こう8小節の流れっていうのをやっぱり作れなきゃいけないんですね。で、一応こうやって用意しましたけど、1拍目はこの前に言ったみたいに4拍目から1拍目クラッシュしたら4拍目で入って、でザザザザザって演奏してたら、後半からフレーズが生まれて、ワンヒットツーヒットっていうのが僕の教材ではあると思うんですけど、メールマガジンをしてもらえば、登録していただければ、そのビデオとあと譜面が全部送られていくんで、順番にどういう練習すればいいかっていうのはちゃんと、システム違いで書いてありますんで、自分のペースに合わせたものを早いテンポで練習してほしいんですが、要はうなずきって言われるやつを入れるとすると、1の裏ですね、1の裏1の裏1の裏で、こう手を休めるためのフレーズ、タッチャーンって入れて、こうまたこれを繰り返す、こういうのがちょっとおすすめですね。だから早いテンポでワンヒットを、ただ流れが全然ないので、ワンツーワンツースリーフォも右足もできるようにしておくというふうに練習して、で例えば次は、大きなうなずきで2拍の表だったら、みたいな感じで練習していくと、これがおすすめですね。大きいパルスを練習しながら、細かいところを練習していくということですね。だから細かいのだけこう断片的にこうコンピングしていくのではなくて、フレーズは8小節の途中から発生して、やっぱり1拍目の頭とかにこうより強い強拍に流れていくという形なので、こういうフレーズを運んで強迫に持っていくっていうタイプの練習をしておくと、最初から実践的に使えると思います。以上、練習してみてください。ありがとうございました。